んにちは。こ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 んにちは。ちわってやつがいる。ちゃっつちゃっつ。ということで試合やってきます。はい。はい。りょうくんとさきちゃんを招いてダブルス対決ということで、はいはい、高尾さん相手が爽やかペアと。いやもうねさきちゃんの両手打ちのハードヒットを借りて。僕もハードヒットでいきます。お爽やかを打ち崩します。我々はふわふわでいきましょう。爽やかに。爽やかにハードできてそれを包み込んで。包み込んで返してくれる。小野田さんより身長が高い方と組むことってあんまないですよね。有本直樹ぐらいじゃない。ああ。でもそこ、今83あって、小野田は80ぐらい、うん、なかなかないですよね。うん大きいもんね大きいですよ普段コーチやられてる方で83センチあったらねアスリートにはもってこいの体型ですよねと、ね、いうことでさきちゃん、はい、いかがしましょういかがしましょう私はもう体力がないんで高尾さんにカバーはいカバーはします、はい、あもう来たら打ってください、はい、もう、バコバコ打っていきたいと思います、はいはい、ということで爽やかダブルスやっていきましょうはいお願いしますじゃあいつも通り のルールでいきましょうよろしくお願いしますお願いしますニューファントムグラファイトニューファントム100はいあアップでうお回ったあスタンですはい、はい、サブでお願いしますはい OK じゃあさきちゃんもう来たら、はい、もうまあ思いっきりって言い方変ですけど、うん、まあもう心地よく打ってください。ね、カバーはします。はい。打つ、はい。それだけ集中して。はい、こぼれ球は僕が拾いますから。はい、大丈夫です。頑張りましょう。頑張ります。さきちゃん意外とやってないっていう割には、もう朝から見てるんだけど、絶対やってる。絶対やってる。負けないように。絶対やってる。ちょっとしっかりプレー。で、ロブが見ての通り、まあちょっと癖があるロブなんで、うん、まあ僕ら慣れてるんですけど。まあ、最悪難しかったらさきちゃんの方のロブでも全然大丈夫です無理しないよしよしよしよっしゃじゃあお願いしますそこかい初めて見たなカモン初めて見たなあれ難しいんだよ結構難しいよね難しいんだよすごい難しいよねなんかゴルフのピッチングウェッジのようななんかもうもうすごい難しい今ねテクニシャンだね当たってないいやいいラケット使ってるわどこだっけこれプリンスさすがですOK はいあよいしょ本気で本気で打ってきたそう打つって言ったからね今日はチャンスがあったら僕持ちますよいやーちょっと球が速すぎてどこに構えていいのかもさきちゃんに負けないぐらいチャンスがなかったら打たないけどよし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 やべサーブが入ってないおー、惜しい。ハードヒットいいね、いいね。ここはやべ。俺のサーブ落とすことは許されない。あら、サーブ。あーや。惜しい、惜しい。すごい。すごいとこ入った今。まさか飛んでくるとはいやいやいやナイスアップ一本行きましょう、はい、こういう軌道を描いてボールを打つっていうとそこだけですね最近はちょっとその子をイメージしてますお願いおお突っ込んでくるよ突っ込んできた返された
素晴らしいとこ来たな。よし、だいぶもうタイプが分かったぞ。よし。レッド、パスアップ。あ、入ってるわ。早い。すごい、ここだよ。これ。早っ。うちどうしたのこれ。半分入った、半分。いやいや、入ってる、全然入ってる。これ、これ、これ、あと見えますこれ。これ、このボールの毛。はい、そうです。ボールの毛。すごい。1点だよ。2点。2点欲しい。現役でもなかなか入らんね、そこ。すごい。ナイスアップ。ぽいね、ちょっとキレキレだね、今。ナイスアップ。あ、いいの入ってる。よし、じゃあセンター行く。はい、サーブ力。見えない。この辺にいればいい。はい。左利きじゃないんだからな。よし。あら、おー、ごめんなさい。いい動きが。サーブで切り抜けられた。ごめんごめん。すごいな、あれ。なんか入りましたね。ワイドサーブ。急に落ちた。左利きでもなかなか入らない。爽やかにエース取ったもんね。最近はね、サーブは振っちゃいけないってことが分かってきた。力まない。じゃあ、じゃあ僕から行きましょう。まあ、あのロブとか全然拾うから、はい、うん、ここに来た時にしてください。はい、わかりました。よくアドサイド、オッケー、センターから。はい、ゼロ一です。よいしょ。おい、ナイスショー、ナイスショー、ナイスプレー。ありがとう。やばい、動かれてる。スライスの面になったからね。大学で揉まれてきただけあるね。フィフティーナップ。よいしょ。すいません、この練習はしてませんでした。スピンサーブの対応の練習はしてませんでした。これがいわゆるキックサーブね。コートが新しくなってそうなるんですよ。すごいね、本当すごいの。ここ行ったの、ここ行った。はい、子供は話しちゃダメよ。さてな、あららずれた。うわ。よいしょ。あらららららら、あげるよ。いいよ。はい、お願いします。あげるよ。お願いします。あげるよ。いいよ。はい。ああ、入った。お願いします。お願い。あげるよ。オーライ。はい。入ってる。よし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 。だいたいね、今もこうなった瞬間もう、もうはい、オッケーって感じで、はい、俺のとこにはほとんど来ないから。すいません。いえいえ。ナイスカバー。ナイスカバーです。ナイス。削ったぞ、削ったぞ。ポイントも削った。ありがとうございます。Y でいきます。はい、okay、 サーティーフィフティーンです。はい、はい、うわ、よいしょ。惜しい。 OKOKOK。 ナイスカバー。はい、OK。おしし。足に来た今ので。なかなかね、鈴木孝のサーブは帰らないよ。ある程度予測できてないと、精度が高すぎるから。40-15。入ってます。入ってます。お願いします。やっぱ練習してるからかな。なんか安定してきたな。あー、コートがね、やっぱ遅いと引っ張られるね。いいサーブ、もっといいのいかないと。40-30です。うん、おお、ナイスだ。おお、ナイスだ。おお、なんか最近さ、あのみんなが俺のなんか特徴分かってきてさ、大事なところ研究されてきてんだけど。だからテニス変えないかな、これは。借りていきます。はい、チャンス。よー、ナイスリターン。はい、いや、動画出回りすぎだね。よかった。最近。ありがとうございます。
はい、デュースです。はい、はい、よし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 、OK、OK、すいません、引っ張ってくるわ。よし、プレッシャー星人だ。りょうくんが楽しそうになってきた。ブレイクはさせん。レシーバー、うん、あ、失礼します。うまい。あとじゃない、あとでしょ。あと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 、ナイス。OKOK、こっちでしょ。りょうくん、りょうくん勝負だ。はい、はい、お願いします。さあ、りょうくん勝負。いいよ。よし、よし、うん、あっ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 、もういいかな。もう、これだからとてもよろしいようで。すごいよ、すごい。いやいやいや、ごめんね、すごすぎる。やらすぎたんです。いやいやいや、アウトサイド行ったの。いや、こっち来たの。ちょっと真ん中っぽかったかなと思ったけど、これで気軽にサーブ打てる。どっち行こうか。ワイド行きます。OK。りょうくん大事なのこっからだからね。こっからよ。勝負は意外とこっからだから。よし。最後ゼロ二、こっちから。はい。ギドラです。ゲット、ゲット。えぐい。スリターン素晴らしい。これはえぐい。ナイス、ありがとう。そうか、サーブ&ボレーしてこないパターンか。ってくるからね、両手打ちの人は。おわさいく。はい。いかん、さっきの悪いイメージが残っとる。よし。ラフィフティです。はい。レッド、レッド。キックサーブだ。バックサイド。結構高く。はい。ファストです。はい。あったあったあった。すいません。今ね、小野田プロが声かけた瞬間に、ね、絶対分かったもん。今は外してって絶対言ったもん。しまった。そうでしょ。しまった。センターに行ってしまった。呼ばれすぎ。呼ばれすぎ。もう何十試合ってやりたい。いっぱいか。いっぱい。裏の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 裏書いて。よし。あ、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 うおい、来たねー。ナイス。いいねー。想定してなかった。よし、一本でいこう。やばい、やっぱブレイクの後のキープは難しい。よし、一本ずつ。はい、ヤホティです。わー、ありがとう、近かった。スピンだね、はい、ごめんなさい。さっきちゃん振ってくるからな、やっぱインサイドの方がいいな。ボディ、うん、ボディバック系の。そうね、リホティです。はい、あ、おい、滑った今。ライライライ、よし、もう一本。はい、いっぱい行きましょう。大丈夫、大丈夫です。はい、お願いします。よし、強気で、強気で確実に。最後、さて、ホティです。はい、最後。爽やかなところあるね。すいません、しょうがない。どうもない。ここぞという。これでまた一気に分かんなくなってきて、情報がないからね。まあバックボレーはあまり打たないっていう情報はあるんだけどね。もう確実にこういく人だから。ブレイクした後のキープってやっぱなんかこう入り方が難しいですよね。そこでポイント最初に落としちゃうと流れがまた行くんで。よし、ここもう一回。はい、とりあえず打ちます。うん、いいです。ステイバックでね、はい、両方ともね。はい、オッケー。今日俺もそんなに
そこまで動くようなことしないから、はい、後ろは任せます。使いました、はい、よし、はい、おお、両手で来たぞ、両手で来たぞ。ごめんごめん。ナイス。両手なの？いや、OK、はい。情報が全くなさすぎる。ラフィフティン。まあ、いきます。うまい、うまい、それはしょうがない。さすが。あそこはね、ビビッ、あのね、爽やかでね、日焼けしてる人はああいうの得意なのよ。前小野田さんやってたんですよね。そうそうそう、OK、OK。行きましょう。OK、はい。ラフサッ。はい。はい。よし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 、よし、すいません、来るぞ、はい、はい、行きましょう。 OK、 OK、 はい、ラフォーティ、はい、お願い、お願い、前、はい、ああ逆に逆にボールは行かなかったから、あのね、これね、俗に言う天敵だね。テニス界で言う。なんかこの合わないのよ。分かる。そうなのよ、はい、で向こうは合うんだよ多分ね、こっちの。よし、ここはちょっとお堅くキープしてゲームセットにしておかないと、ここブレイクされると流れがいってしまうんで、確実にセンターからヒットです。よいしょ、はい、ああ、やっぱもう来る、ね、止められた、あそこが好きなんだな。来るね。なんとかバックに行きたいけどいかんね、なかなかね。オッケーオッケー、見てる。行ってきましょう。はい、センター行く。はい、行こう。なんか自信得てるな、おい。なんかおかしいぞ、ちょっと。フィフティン。はい。ナイスアップ。ごめんなさい、ごめんなさい。さてら、はい。ごめん、ごめん、ごめん。ごめん、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 ごめん。ごめん。狙った。ごめん。これは、ごめん。これは敵作った。だって近いんだもん。近いんだもん、近いんだもん。何そんな可愛い子、可愛い感じになっちゃって、もうみんな今目つぶって打ったらいたの。でもリターンが良かったからちょっと難しかったよね、ちょっと白帯近辺は。今のはもう落とすしかないよね、ここで。申し訳ございません。よし、もう一回いくよ。よし、ラディフティン。イエーイ、あー、おー、りょうくんすごくなってきた。やってしまった。りょうくんすごくなってきた。なんかバレーボールみたいにやってる。どうどうだよね。ナイスショット。よし、ポン、締めるぞ。マッチポイント？はい。お、はい。よし。オッケーオッケーオッケー。一本頑張ろう。勝負来るね。勝負に。まだまだ。来るね。すいません。ボディーサディ。はい。ポットです、ショットです。狙いに行った。うわっ、切る、うわー、ごめん、返せんかった。すいません。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました。
ソフトプレー。ありがとうございました。ありがとうございました。オンラインテニススクールチームスタテニではオリジナルアプリで圧倒的なボリュームのレッスン動画を配信中。上手くなりたいあなたをお待ちしています。ただいまの試合、4対1で、僕たちの勝利です。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。いやちょっとね、壁が高かったね。だってもうここしか打ってるから構えちゃって、最後最後の方はもう来るって分かってるから、なんとかできたけど最初もうねやばいと思ってりょうくんやっぱりちょっとパワーもあるし、うん、今日タカプロのサーブ、うん、ブレイクしていったから 40-30 センターとその後ノアド、いやもういや得意なとこなんですよ、うんうん、得意なとこだけど2回はないと思って行ったら、うん、あれも予測、いや予測してるじゃあ来てからのあれなんだ。これで多分一生ブレイクしたって言えるから、うん、だってノーアドで勝負ですからね。そうね。で福井帰った後、うん、いいチラフ。でもちょっと流れる前にはいっちゃダメですよ。いやそうも良かったですね。さきちゃんもちょっとフォアはバコイのが分かってたんで、うん、やっぱこう構えられるとやっぱ怖いよね。怖いです。本当に。マッチ止まっちゃいます。そうね。でもやっぱりなんか女子のテニスだと、うん、あのロブと か、うん、なんかそこだったら取れないのになっていうところを、うん、もうスマッシュで上からドカンとくるから、ね、ここ狭いし、まあ、そこまで上げれないからね。ある程度精度の高いロブじゃないと、ね、取られちゃうんで。唯一ねあのブレイクポイントの時にあのあれ来たと思ってパーンってイエーイって。まあ、そこはそうそう、いやその後ねあの出方勝ち狙って当てに行ったんですけどダメでしたね。まあでも勝ってよかったですね。はい、はい、もうナイスプレーでした。本当にね、はい、爽やかに勝利を得て、そう爽やか汗かいてません。こっち汗だくです。楽しかったです、はい、楽しかったです。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はプリンスさんのサングラスのご紹介をしていきたいと思います。はい、毎日日差しが強いですが、もうかなり目にきますよね、愛さん。きますね。で選手時代サングラスかけたかったけどなかなかかけられなかったんですけど、その結果翼状片というやっぱ病気になってそれ手術したんですよ。はい、こういうものをしっかりとかけてやっていかないことにはやっぱり私は今息子にかけさせてます。アウトサイドで常に夏でもプレーされるという方は小野さん、これやっぱかけた方がかけた方がいいです。今は大丈夫だと思ってるあなた間違えてます。はい、小野田さんもちょっと僕はもう両目に緑上辺が今できてる状態があって、眼性疲労的なものがやっぱひど年々ひどくなってきたなっていうのは感じるので、僕は常にこれをやってるようにしてます。ただサングラスをかけるとなんか見づらいとか、なんか感覚が変わってしまってなかなかかけられないっていうことがあると思うんですよ。皆さんテニス専用のサングラスというものがプリンスさんから出ています。はい、カラーバリエーションも含めると、あと30種類も出しているとすごいですね。すごい。でテクノロジーも研究されていて、偏光グラスというものが採用されていて、ラインとかボールが日光の光で反射してきてしまったりしていて球が、うん、見づらくなっちゃう。だからこの偏光グラスというものは光のラインでいうとこう乱れているような状態で、これを整理してくれて届けてくれるので、まあ、球やラインがサングラスをかけていてもはっきりする。でこのサングラスの暗さもちょっと濃さが違うので、うん、この辺は自分のお好みだったりだとか、はい、まあ、その日の状況に合わせて変えることをお勧めしているんですけれども、テニスがしやすい暗さに設定されていて、かつ反射が抑えられるっていうところがかなり研究されているので、その今までサングラスをかけるとプレーしづらいよという方はやっぱり目のためにもやっぱりぜひ試していただきたい。いや本当にあとこのノーズが変更可能というか曲がって調節できるんですよ。フィットがすごく良くて鼻に収まる感じが。そうなんですよ。冬場はこのノーズを高くして少しこの肌から離すような形でかけることによって気温差で曇ってしまうみたいな、はい、この辺を調整することで快適にプレーできるんじゃないかと。耳のところも少し曲げられるようになっていて、この部分の輪郭や耳の形合わせて曲げられるようになっているので、はい、細かい部分の調整ができるようになっているので、まあ、テニスに対して必要な要素がかなり散りばめられたサングラスになっています。ぜひともお手に取ってみていただければと思います。今クラブプリンスにご登録された方の中から抽選でこちらのサングラスが当たります。登録待ってるねー。